さあ今週も始まりました、亀岡下美のカメカメトーク。この番組は政治の素朴な疑問などについて衆議院議員の亀岡下美さんにお話を伺っていく番組です。この放送は4月11日に収録いたしました。亀岡さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。亀岡さんは福島駅前で開催されている春フェスとか民家園の花祭り、音羽稲荷神社の祭礼など霊山、飯坂、穂原、いろんなところの桜祭りに出席されてますよね。あの、残念ながらですね、1週間遅れたんですよね。もうほとんどで、ね、皆さんあの満開を過ぎてましたね。今年は予想だにせずに桜の開花が早かったですよね。そうなんですよ。でもね、新潟の方は花も含めていっぱい咲いてましたよ。素晴らしかったですね。やっぱりね、皆さん手入れしてるから、そのしかもですね、あの掃除もされてるのでものすごい綺麗なんですね。だから多くの方々が来てね、その楽しんでましたね。今年は、こういったいろいろ行動制限も解除されたということもあって、皆さんに来てほしいというその思いがそれぞれの桜祭りに感じられましたよね。いや、もう本当に皆さんでもね、結構どこも人が出てましたね。だからもうかなり戻り始めてますね。そうですね、もう皆さんと接した時の皆さんの反応はどうでしたか？いや、みんな楽しんでましたね。お祭りも各地始まったので、いろんなところに行くんですけども、やっぱりお祭りもね、皆さんこう始まってきちんとね、ただ名古屋をやってるとかやってないとかあるようですが、でも多くの人が集まり始めてたんですね。ただ、実は土曜日の日はですね、日曜日か雪だったんですよ。大雪。そうなんですね。あの、前が見えないぐらい吹雪いてたんですよ。はい、これどうなんだろうと思ったら、1時間半ぐらいしたら今度晴れてきたんですね。異常気象怖いなと思いましたね。まあ、あの10日の福島県内って、あの放射冷却の影響で会津を中心に、まあ、気温が氷点下になって、あの一部地域で会津の方ですか、農作物霜による被害も出ているということなんですが、まあ、福島市内は大丈夫でしたか？いや、これですね、あの花が咲いてるところっていうか、厳しいところもあったんですね。だから、ただですね、福島の場合は霜よりも雪だったんですからね。雪だったんですから、だから状況がどうで、これからどう出るかちょっとわからないんですけども、霜の方は完全に凍っちゃったから、凍ったらもダメですからね、だからまず雪の方がいいのかもしれない。ただこれで、晴れてくれたんでよかったんですね。そうですね、日中気温が上がりましたからね、そうなんですよ。だから、福島の方はまだその被害が少なかったんじゃないかと思いますね。農家の皆さんも本当に、あのこの季節のこの変わり目の時に遅霜というのはもう本当やめてくれっていう、そんな気持ちで皆さんいらっしゃいますよね。そうなんですよ。でね、後になってだんだん被害が大きくなってきますから、その時はなかなかわからないんですね。後になって、あ、こんなに影響あったんだっていうことが結構多いんですよ。そうですね、まあ、あの福島のこのフルーツライン沿いもさくらんぼの花とか、まあ、本当に綺麗な花が、色とりどりの花が見られますから、まあ、6月ぐらいになったらさくらんぼ狩りも始まりますので、これ楽しみではあるんですけど、そのまま被害がなく進んでほしいですね。そうですね、もうね、もう咲き始めてましたから、びっくりしたんですよね。やっぱり今年は全般に早いですね、もう花が。そうですね、あのぜひあの観光にも福島のこのフルーツライン沿い利用してほしいですね。いや、ぜひやってもらいたいですね、はい。そして道の駅、こちらの方も利用されてる方多いようですね。でも私はちょうどね、通り過ぎた時には、ちょっと人が少なかったな、やっぱり雪の影響なのかなと思って見てましたけど、寒かったっていう影響もあったかもしれないですね。あの土湯峠は週末は除雪車が出るほど雪降りましたからね。いや、すごかったんですよ。私もね、大田荘とかみんな行ってたんですけど、前が、ね、見えないぐらい吹いてましたから。そうなんですよ、本当にあの真冬になった感じでしたね。そんな中でね、皆さんね、お祭りの準備はもう雪の大雪の中でやってましたからね。こういうところはね、本当にもう大変なところではあるんですが、まあそんな中ですね、日本桜の会、こちらにも亀岡さん出席されてますけど、今回はどんな会になりましたか？いや、この桜の会もですね、実は福島が表彰されたんですね。福島が表彰、これは山田のですね、本当に長尾さんっていう
もう山をきれいにする会っていうか、桜で一生懸命育ててくれた、ね、方がその表彰されて、で日本全国からその表彰された方が集まってきて、はい、最後の謝辞を述べたのが長尾さんだったんですよ。そうだったんですか。そうなんですよ、はい、でね、いい話をされてました。本当に聞いてる皆さん感動してましたから。そうですか。春倉山にね、桜を咲かす会って言って、はい、もう皆さん頑張って桜を咲かしてきた人たちなんですけども、うん、本当に綺麗に咲いて素晴らしいんですね。それが表彰されたんですけれども、そのね、あの代表してね、その表彰者としての挨拶を述べられたんだけど、はい、よかったですね。感動しましたね。もうやっぱりこう桜が開花して満開になる、でも満開になってその綺麗な様子を見る、そこまでの手入れというのは本当に大変なものがあるんですよね。いやー大変ですよ。でもね、はい、毎年毎年この桜の会で日本中に桜の欲しい方々に寄贈してるんですけども、はい、この桜が意外とですね、あの希望者の席少なくなってきたんですね。だからぜひ皆さんに手間暇かけても植えてもらいたいなと思ってるんですけどね。そうですね、日本人の桜は心と言われてますから、みんなでこう綺麗な花が咲くようにという、そういった協力というのは必要になってきますよね。いやだって正直申し上げてね、桜の名所と言われるところ以外にも本当に各地区に桜の名所があるんですよ。わかります、それは本当にいっぱいあるんですよ。だからね、はい、歩いてると、あここにもあるわここにもあるわってね、うん、本当に皆さん桜をきれいに咲かしてますよ。それぞれの個人のお宅でもその桜がきれいに満開になっているところもありますし、あとは福島市内の小学校中学校学校にも桜があって、これもまたね、あの桜の名所のような感じですよね。いやいや、私はね感動したのは四中のね、福岡と四中のこの桜はですね、もう多分ね世界一だと思いますよ。あれ世界一だって本当に、ね、あの、うん、桜並木を上がっていきながらね、はいはい、もう勉強しに行くっていう、私なんか PTA 何回か行きましたけど、学校の裏も全部桜ですしね、うん、もう桜満載ですからね、あそこは。まさに桜通りですよね。そうなんです。だから、ね、何周年100周年だから、ちょっとあの時の素晴らしい、ね、子供たちが作ったことを思い出すんですけど、いい歌作りましたからね。そうですか。わ、聞いてみたいですね、うん、でもああいうのって表に出さないんですね。もったいないなと思ってるんだけどね。え、今度は新たにこう番組の中でもそうなんですが、一つずつこの桜の名所のようなところね、まあ、私たちも名所にしていきたいなと、紹介していきたいなと思いますね。いやこれちょっと調べてもらいたいんですけど、はい、四中とね、あと福女のね、はい、何周年かの時もね、また桜あの歌を作ったんですけど、うん、その歌を一度これ調べてかけてもらいたいんだよな。これ本当に伝説なんですから。あ、そうですか。じゃあ、四中の効果をちょっとね調べてみたいなと思いますけど、これね四中 の, その 何周年記念だったかな、あの時の歌って素晴らしい。それと同じ同時期に福女もですね、はい、何周年だからその時の歌を特別に作られた歌がね、もう素晴らしい歌なんですよ。今立花高校になっていますけど。そうなんです、はい、でも当時の調べてね、うん、ぜひかけてください。わかりました、即調べたいなと思います、総務省が今年度2023年度から環境施策に首都を限定した地方債グリーンボンド、これについてちょっと教えていただけますか。これはですね、はい、あのまあ、グリーンでってあの本当は3人をね整備するために税金を取ってるんですが、それ以外にですね、ちょっと総務省としても、うん、お金を配分しながらね、はい、それぞれ緑守ってくださいと、そして、ね、うん、その地域のまさに観光資源にしてもらいたいということもあるんですね。それで国が主導して、皆さんが自主的にやってくれるところに対してはあのお金を出して、皆さん自主的にやっていきましょうと、でそれについては一応ね、お金を勝手に集めてもいいですよみたいなところを国の少女じゃないかってことをやってくれるんですね。だからなかなかねこれ相乗効果で民間もできるし、公費でもできるしっていう、まさにグリーンをね世界中でこれ取り組んでる環境保全事業の中で CO2 削減の一中高になるということの最先端に行きたいという思いなんですね。これそういうことなんですね。亀子さん、はい、今週もそろそろ時間になってしまいました。また来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。亀子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。亀岡下美の亀亀トーク、この番組は総合開発研究所の提供でお送りしました。